はい、久しぶりです。信長の野望をご覧になっている方は、まあ、ちょくちょくですかね。さあ、行きましょう。あ、めんどくさいやつだ。めんどくさいやつだ。あれ、効かないの？チーフ誰だろうな、知らねえな。強くね、強いんすよ、ね、大失敗したな。ボス並み強いな。ここに暗影がいるんですよね。ワンチーですよ。王妃をね、ワンチーですよ。違うかな、ちょっと自信ねえな。ワンチーかどっちかですね。あ、落ちちゃった。嫌なやつが出てきますね。おいおい、あ、これいいね。そう。すごい。すごい。これいいね。すごい。すごい。あ、こいつは楽勝です。あら。まったく。さあ、ここはね、州の天使がいた王室の地下ですからね。何しに来たんですかね。また戻れるってこと？こっち来た方だな。あれ、これあれじゃないかな、もうラスト近い気がするな。このボスはね、知らないんですよ。你蛊惑人心，祸害人间，绝不能放过你。是你们凡人妄念太你们人。哦。我们人间还有句话，叫做亡羊补牢。嗯。蛇ですけど、まあ竜ですけど。
早めに決めてしまいましたね。減ったかな。それはちょっと受け切れん。はまあ頼りになりますよ。見た目だけかもしれないけど。あ、来い。避けきれないように。これ危ないですね。どうしたらいいのかね。時間切れかな。この人ってか、この竜にエピソードは私思いつかないな。恶鬼已灭，被他禁锢在身上的亡魂也终得进入轮回，各自投生。この竜のせいであれですかね。在该去的时候归去，用对的方式还复来，才是正道。我把周天子杀死了。すごいね。すごかったな。他和邪魔做了交易，他怎能如此祸患？可是天子一死，从来成王败寇，真相重要吗？まあまあ、そろそろ飽きてきますよね。对你来说，天和可是对于得了他恩泽的人来，哪个才是真相呢？即将回去你的原点，回在别院。在博古市那里，いやまあその滅ぼされたまあ教族だってまあ似たようなことしてきたんじゃないかっていう話ですよね。他的治愈之下，对而对大部分杀了他，取而代之，亦我不知道。无论你这都是你，何况，まあ聖のまあ電子はまあ電話でいいのかな、電化かな、電話の後に行こうっていう人が出てですね。非常に優れた王様が出てくるわけなんですよね。一応ね、歴史上ではね、裏は分かりませんよ。
以降のまあ話で一番その面白い話っていうのはですね、非常に有名な話ですけれども、聖の遺構がですね、あなたの宝物は何なのかって問われた時に、まあ土地やですね、お金や宝物ではなくて、自分たちの部下、軍神、神官を指してですね、彼らが私の宝ですと、ね、人材ですよ。ねえ、いい話ですよ。天子宫大殿底也许真的吗？我从那条通我知道葵花，若只是那里，放神间有你，谢谢你了。ねえ、役に立たない、もう帰るだけですよ。一応光線って言って地中深くになんだ、あの世と繋がってるっていう考え方があったんですよね。そういうのも、春秋とかそういうのは出てきますけども、ね。我又回到这无比熟悉的噩梦般的回忆，我不愿回了。阿紫还在这里，冤有头债有主。そうだね。我可没投靠田氏，更没有杀害过齐国国君，是那个和我同名的小子干的。我知道你，你是孔夫子的学生，我相信先生。嗯。孔子のお弟子さん、先生、先生ですね。太好了，终于有人信我了。太好了。先生为人率直，常因直言不讳而惹得夫子不悦，世人也时有替先生抱屈，觉得夫子对你过于苛责。即便如此，先生仍赞夫子功盖尧舜。尧舜っていうのは、まあ大昔の聖人と言われる人ですね。绝不会做出背义叛君之事。即便做了，也一定会认。唉，你说老师他怎么就不信我呢？子曰：“君子应纳于言，而敏于行。”你说的没错，大道至简，事涉以身，我便忘了。そうですね。さっきのは論語だと思うんですけれども、まあ論語や儒教っていうのは。我々日本人にも、まあ、かなり通ずるというか、まあ、知らず知らずに謎ってるんですけれども、僕はね一回儒教を勉強されるのをおすすめしますよ。特に日本の方はね。結構ね知らない間に潜んでるんですよね、儒教の思想っていうのは日本教育に。先生怎么还没走？我是早已逝去之人，倒是知己难求。多谢先生。你知道这机关怎么破吗？我猜不会就这大道至简。この辺まあちょっとしたパズルなんです。適当に進めてしまいましょうか。まあ適当にやれば合いますね。なんだろうな、今までのボスと戦うんだったかな。ちょっとめんどくせえな。这天河不知学了什么邪术，可以通阴阳、驱鬼魂，还能操纵火势。陰陽、陰陽、液経から出てくるんですけど、陰陽師の陰陽とはちょっと違うんですよね、本当は。ちなみに液経っていうのは占いの書のように、聞こえますけれども、別にそれだけではないですね。反倒中了圈套。即将明白。多谢先生提醒。液経には陰陽っていう概念は出てくるんですけれども、液経もですね、孔子がまあ作ったって言われてます。まあ編纂したっていうのかな。孔子はね、一応ですね、いろんなものを編纂したって言われてるんですよね。おお、なんだなんだ。こんなとこあったっけか。急げと。急ぎなさい。
弱いな。当たったように見えなかったな。そうですね、歴代のボスと戦う感じですね、おそらくね。めんどくせえな。え、はい、王姬面色不善，莫不他的魂石还在我身。我早告诉过王姬，让我等死去操纵一具美。先生所言甚是。面白いこと言ってましたね。世の中が複雑なのではなくて人心が複雑なのだと。これはどちらかというと同郷ですね、老子とかそっちの考え方に近いと思うんですね。違うかな。いや僕はそう思うな。適当。適当ですよ。最後こいつ強かったな。一発かましてやりましょうな。ちょっと。よし、来たぞ。あ、また間違ったかもしれない。これ決めちゃおう。あ、逃げられた。あ、これ爆発する、爆発する。あぶない、あぶない、あぶない。勝てばいいんですよ、勝てばね。いいんですよ、サッカーですよ。危ないかもしれないな。オッケー。最後ちょっとセーブしよう。あ、ちょ、課長女じゃないですか。課長さん、私はあなたに同情しますよね。うわ、ババ。ババ。おばあさん、おばあさん来るんだよ。お、ヨーヨーキだ。ちょっと待って、ヨーヨーキはきついぞ。よいしょ。
待て。カキ助けてくれ。もう強くなってんの。これ決まっただろう。ずるい技でいくぞ。おっかちゃんいいのじゃ。うわ、どうした。跟随本能欲望行事的人和禽兽并无区别，自由无往，却不过是为人驱使的傀儡。そうですね。できればあの回復取りたかったけど、まあいっか。さあラスボスですね。ここは周囲にいてますね、感じがね。それだけか。即将回来了，你姐夫我和你姐姐可担心你了。住口！无耻之极，快把我阿子还来！我知道，你和舒江姐妹情深。来人呐，把舒江放了。我只知道江氏有古神血脉。一开始以为得到古神力量是身为巫儿的舒江，没想到是你，白费了我许多力气，良禽择木而栖，我希望你能助我一臂之力。我怎会与你为伍？简直痴心妄想！像你这样犯上作乱的人，绝不会有好下场。犯上作乱，是你杀了康公。你还杀了天子？啊，天子嘛，殺了他。你说我犯上作乱？それでですね。我们是同样的人。住口！你杀我父亲，辱我长姐，今天就要你血债血偿。老夫乃用智之人。和尔等习武莽夫怎可并论？嗯，わしは知人である。まあ知人ってのはまあ知ってる人じゃなくて、まあインテリ系だよっていうことですね。賢人であると言ってるわけですね。まあちょっと日本語が変だらけですね。お前のような武をたっとぶ、武を学ぶ。まあ武をたっとぶの方がいいでしょうね。粗こつな人と人間と一緒にするんではない。不过，你也别以为田氏没有用兵之人了。嗯。まあ、伝一族に、まあ、この人は知的な人間だって自称してますけれども、伝氏一族にですね、まあ、兵、まあ、兵法、要は武に長じていない者がいると、いないと思うなよと言って。这是何人？誰ですか？孤陋寡闻、連我先祖田壤居都不認識嗎？芝城所ですね。この人も兵法を残してまして、結構有名な人ですよね。芝居中達の先祖ですか？まあ多分そうですね。芝生、うん、多分そうですね。芝良太郎先生、うん、まあ違うかな。さあ、まあでもこっから撮ってるんでしょうね。他的光辉事迹，你就去底下问你的先人吧。まあ芝生でしょうかね。芝一族で、まあ極めて有名な人っていうとね。まあ、三国志であれば芝居ですかね、芝居さんね。いやー、何の何の、絶対勝つぞ。早めに片付けよ。Go!
行。快点！いけんじゃねえかこれで。ブロックミス強い。下大义吗？你我都是天命之人，天赋异禀，我们应当一起造福苍生，让百姓安居乐业。大义，天命，从你口中说出来，太可笑了。身居高位，却只知道争权夺利，不择手段。你真的是为了天下苍生吗？心怀黎民之人。怎么会用邪术迷惑人心？怎么会培植傀儡，屠戮异己？你太天真了！世人愚钝贪婪，怎么可能自掌命运？不，谁也不是天下之主，天下是天下人的天下。子曰：“民可使由之，不可使知之。”不，夫子说的是：“民可使由之，不可使知之。”你是不会懂的。幕后指使的幕后，又是谁人在指点江山？真相的背后，难保不是更多的疑云。这就是我所生存的世界，一个无比荒诞的时代。在荒诞的时代里，什么都会发生。一切看似落幕，然则史书记载，周安王十一年，齐田和迁齐康公于海上，始祀一城，以奉其先祀。十三年，齐田和求为诸侯，王许之。即将隐姓埋名投入他所信仰的使命中去，再无人听说过他。即将所期望的人人得以自主命运的时代，是否终将到来呢？答案在你的手中。嗯，
終わりましたね。最終的には講習の論語に行き着いてる感じですかね。そうですね、論語はね、学校で習う論語はつまんないんですけど、まあなんだろうな、論語だけ読むとちょっとつまんないんですよね。まあ学校でもやらないしね、ほとんどね。いや、うん、ちょっとだけやるか。興味がある方はぜひぜひ。僕はね、すごく面白いと思いますね。そうですね、この後に、まあ、聖の硫黄ですとか、まあ、猛将君ですよね。彼は電子の、電子ですから、本名は伝文というものですけども、猛将君というのは、まあ、あだ名っていうか継承ですよね。まあ、孫敏とか出てね、まあ、ゆくゆくはその楽器に一回攻め滅ぼされるんですけれども、まあ、有名ですよね。即墨の戦いで伝譚が、盛り返すと。終わっちゃったな。まあね、話したいことね、結構いっぱいあったんですけれども、まあとりあえず今回はこんなところですよね。お付き合いいただきましてありがとうございます。またお会いしましょう。